こんにちは、まゆりきです。今回は布用ボンドを使ってフレアパンツの裾上げをしていきたいと思います。今回の動画を10秒でまとめ、ポイントは好みの丈にカットしてボンドを塗って乾かしたら完成。以上。今度はゆっくりと制作背景を交えつつ紹介していきたいと思います。番組後半では完成したフレアパンツを早速履いて Vlog 風に撮影してみましたので、最後まで見ていただけたら嬉しいです。まずは今回丈を詰める予定のフレアパンツを実際に履いてみて、好みの長さになるように待ち針で微調整しながら丈を決めていきます。次に長さが決まったら1回メジャーで長さを測っておきます。これは視覚的に誤差が出ないようにしておくためです。長さが測り終わったら好みの長さの位置でカットしていきます。フレアパンツは折り返してしまいにくいので、希望の長さプラス折り代 1-2cm でカットしてください。ストレートタイプのものだとこちらの動画も参考になるかもしれませんので、よかったら見てくださいね。カットし終わったら布用ボンドを塗っていきます。ボンドは透明でヘラを使って均一に伸ばしていきます。伸ばしたらそのまま布を折り合わせていきます。ボンドが足りない場合は少しずつ足してヘラで伸ばして合わせていきます。少なすぎても張り付かず、出しすぎてもベタベタするので適量を見つけてみてくださいね。ベタベタしても乾いてしまえばベタつきはなくなるので、乾かすときは布同士がくっつかないようにハンガーなどにかけて乾かすのがおすすめです。もう片方のパンツの裾も先ほどと同じようにボンドをつけてヘラで伸ばして布を折り合わせていきます。裾の折り返しについてですが、一つ折りでも問題はありませんでしたが、ほつれ糸が気になる場合はもう一度折り返しても良いかもしれません。ボンドを塗り終わりました。指はベタベタになりましたが、見た目も不自然な厚みや違和感もなく仕上がったかなと思います。最後にもう一度採寸をして長さを確認して問題がなければこれで完成です。こちらが乾いた状態になります。ちょっとパリッと硬さのある部分もありますが、見た目には違和感はありません。レーヨンやリオセル素材はもともと薄い生地感なので、こちらのやり方の方が簡単にできて仕上がりもよくできたのでおすすめです。今後洗濯する場合については実際に検証していきたいと思います。試着してみてもボンドで貼り付けただけには全然見えません。いかがだったでしょうか。私自身実際に試してみて感想は、この方法は誰でも失敗なくできていいなと思いました。ぜひ試してみてくださいね。自分でリメイクし始めると、今まではここが気に入らないなとか、今っぽくないんだよなという理由で今まではクローゼットに眠らせてしまった服が、今度は自分の手でもう一度蘇らせるきっかけになってくれると思います。今までは新品の服からしか選択肢がなかったのが、リサイクルやヴィンテージ品もここをちょっと直すと私の好みのデザインになるとか、こうしたら今っぽいとか自分で考えて選べるようになり、選択肢がもっと増やすことができます。そうすると洋服にも私にも環境にも、これからもお互いに無理することなく楽しく良い関係でいられると思いませんか。その一歩として自分で裾上げをしてみることが一つのきっかけになれたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。